ラララララ今日はコキンちゃんみんなにインタビューしてみるよ。コキンちゃんはね、ドキンちゃんの妹分なんだ。ウソ泣きの名人だよ。みんなどんな答えが来るかな、楽しみだね。早速行ってみよう。誰かいるかな。ここにはいないね。あ、そこにアンパンマンがいる。アンパンマンに突撃インタビュー、行ってみるよ。アンパンマン、あ、どうしたのコキンちゃん。インタビューだよ。コキンちゃんの突撃インタビュー。あなたのお名前は何ですか？恥ずかしいな。僕、アンパンマン。アンパンマン。アンパンマンは好きなものは何ですか？僕は空が好きだよ。綺麗な空が好きなんだ。空、綺麗だよね。ドキンちゃんも好きだよ。苦手なものは何ですか？僕はお芝居が苦手なんだ。へえ、お芝居が苦手なんだね。お芝居してるとこ見てみたいね。恥ずかしいな。アンパンマンは何をしているの？お腹が空いたり困っている人を助けるヒーローだよ。アンパンマンはみんなのヒーローなんだね。ありがとうアンパンマン。じゃあまたね。またね。急に来て急に去っていったな。ここにいるのは誰かな。それ、あ、びっくりした。あら、コキンちゃんじゃない。どうしたの。コキンちゃんの突撃インタビュー。なに、あなたの名前は何ですか？そんなの知ってるでしょ。あなたの名前は何ですか？もう仕方ないわね。ドキンちゃんよ。ドキンお姉ちゃんだったね。ドキンお姉ちゃんの好きなものは何ですか？もちろん食パンマン様よ。とってもかっこいいんだから。食パンマンかっこいいよね。コキンちゃんは何をしているの？バイキンマンと一緒にいるんだよ。自分のことを教えてください。私は世界で一番可愛い女の子よ。そうなんだ。コキンお姉ちゃん一番可愛いと思ってるんだね。お姉ちゃんかわいいよ。じゃあまたね。なに、もう行っちゃうの？あ、そこにも誰かいる。あれは誰かな。すげ、キャー。はあ、コキンちゃんどうしたの。コキンちゃんの突撃インタビュー。あなたの名前は何ですか？私、ハローキティだよ。ハローキティちゃんだったね。キティちゃんは何が好きですか？ママが作ってくれたアップルパイが大好きだよ。そうなんだ。とっても美味しそうだね。あなたの身長は何センチですか？
恥ずかしいな。リンゴ5個分だよ。リンゴ5個分か。どれぐらいの大きさになるんだろうね。体重はどれぐらいですか。リンゴ3個分だよ。そうなんだ。リンゴ3個ってどれぐらいなのかな。あなたのことを教えてください。はい、私は明るくて優しくてクッキー作りが得意なんだよ。そうなんだ。キティちゃんの作ったクッキー食べてみたいな。じゃあまたね。もう行っちゃうの。バイバイ。あれは誰かな。それ今日誰。あれ、コキンちゃんどうしたの。あ、コキンちゃんの突撃インタビュー。あなたの名前は何ですか。名前メルちゃん。私メルちゃんです。メルちゃんの好きなものは何ですか。私はクマさんのぬいぐるみが大好きなの。そうなんだ。クマさんかわいいよね。あなたはどんな子ですか。私は明るくて甘えん坊です。友達がいっぱいいます。いいな、楽しそうだね。じゃあまたね。もう行っちゃうの。バイバイ。あ、また誰かいる。それ、うわ、びっくりした。あ、コキンちゃん、どうしたの。コキンちゃんの突撃インタビュー。あなたのお名前は何ですか。あおくんです。僕あおくんだよ。あおくんの好きなものは何ですか。はい、僕は乗り物が大好きだよ。そうなんだ。やっぱり男の子だね。あなたのことを教えてください。僕はメルちゃんととっても仲良しなんだ。メルちゃんのお友達なんだね。そうだよ。じゃあ次行くね。もう行っちゃうの。バイバーイ。インタビュー疲れたな。でもみんなのこといっぱい知れてとっても楽しいな。コキンちゃん待って待って。なに、バイキンマン。みんなにインタビューしてるんでしょ。俺様にも聞いてよ。バイキンマンはいいよ。いいや、俺様の聞いてよ。わかったよ。コキンちゃんの突撃インタビュー。あなたのお名前は何ですか。はひふひふ、おれさまバイキンマン。じゃあバイキンマン、バイキンマンは何が好きですか。食べ物みんな大好きだよ。バイキンマンの嫌いなものは何ですか。おれさま嫌いなものが大嫌いなんだ。バイキンマンはどこから来たんですか。俺様、アンパンマンを倒すためにバイキン星からやってきたんだよ。はい、じゃあインタビューはこれでおしまいだね。待って待って待って、俺様天才科学者なんだよ。そうなんだ。じゃあコキンちゃんお腹空いたから。みんなのこといっぱい知れたね。とっても楽しいね、インタビューって。また遊ぼうね。バイバーイ。コキンちゃん、ちょっと待ってよ。俺様天才科学者なんだよ。
何でも作れるよ俺様。待って待って、グーキュル。あー、バイキンマン、私お腹すいたわ。そういえば俺様もお腹すいた。バイキンマン、食べ物食べたいわ。何か取ってきて。やだよ、ドキンちゃん行ってきてよ。私まだ眠たいの。バイキンマン、お願いね。ちょっと待ってよドキンちゃん。もういつも俺様ばっかり。ドキンちゃん怒ると怖いから早く行ってこよう。食べ物なんてあるのかな。くるぶったお肉をパン粉で包み、釜飯丼と天丼マンはどこに行ったざんす。見はぐってしまいました。あれ、カツ丼マンじゃないか。どうした、一人で。釜飯丼と天丼マンとはぐれてしまったんですよ。み一人ぼっちざんす。そうか、俺は今ジャムおじさんところに行くところなんだ。一緒に行くか。いいざんすか。お供します。あっちからうまそうな匂いがするぞ。うまそうな匂いがすると思ったら、カツ丼マンとハンバーガーキットじゃないか。俺様に食べ物をよこせ。わあ、バイキンマン、やめてくれ。やめるざんす。待て待て、ハンバーガーキット、捕まえた。捕まってしまった。バイキンマン、やめるざんす。カツ丼マン、待て、捕まえた。これで美味しい食べ物が手に入ったぞ。さっさと俺様にハンバーガーとカツ丼をよこせ。いやだね、誰がお前なんかに作るか。そうざんす、みーも作りませんよ。言ったな。俺様怒ったぞ。今日はみんなに鉄火巻きを配りに行くよ。あっちで何か声がする。どうしたんだろう、行ってみよう。何してるんだいバイキンマン。あっ、鉄火の巻きちゃん、助けてざんす。捕まってしまいました。助けてくれ。バイキンマン、二人を捕まえて何をするつもりなんだい。俺様お腹空いたんだ、食べ物よこせ。バイキンマン、あたいが相手をするよ。行くよ。いやー、やめてー。バイキンマン、待てー。モグリン、早く来い。あー、待てー。鉄火のむきちゃん、捕まえた。モグリンを使うなんてずるいじゃないか。俺様ずるいもんね。鉄火のむきちゃんも捕まえた。さあ、みんな俺様に食べ物をよこせ。あたいも捕まってしまったよ。みんな捕まったざんすね。どうしよう。あ、アンパンマン、どうしたでござんしか。僕は今パンの配達終わってジャムおじさんところに帰るとこだよ。おいらも行っていいざんしか。いいよ、一緒に行こう。助けて。あ、どこからか誰かの助けを呼ぶ声が聞こえたざんしゅ。行ってみるざんしゅ。バイキンマン、何やってるざんしか。あ、アンパンマン、助けておくれ。出たな、お邪魔虫。みんなを離すんだ。
やだよ、俺様食べ物が欲しいんだよ。モグリン、やっちまえ。ブルンブルン、これでもクラザンシュ。ブルンブルン、やったでザンシュ。やったな、これでもくらえ。ハイキンマン、悪いことはやめるんだ。あーんぱーん、あー、俺様食べ物欲しかったんだよ。バイバイキン。みんな大丈夫？ありがとう、助かったよ。ミーは無事ざんす。ありがとう、アンパンマン。みんなでジャムおじさんのところに行こう。そうざんしゅ。ミーも行くざんす。あたいも一緒に行っていいかい？俺も行くよ。バイキンマン遅いわね。もう何してるのかしら。どっすん。あれ？外から何か音がしたわ。何かしら。あら、バイキンマンじゃないの。食べ物あった？うちちちちち。アンパンマンに飛ばされたんだよ。いちちち。え？食べ物はないの？食べ物取ってくれなかったんだよ。なんで？ドキンちゃんお腹空いてるの。もう一回行ってきて。また遊ぼうね。バイバーイ。俺様もう疲れたよ。バイキンマン、お腹空いたわ。早く行ってきて。そんな。わかったよ。くーくー。あ、今何時？そういえば今日コキンちゃんが遊びに来るんだったわ。どうしましょう。お部屋の掃除もしなきゃいけないし。あ、そうだ、バイキンマンに頼もう。ぐーぐー。バイキンマン、こんなところに。起きて起きて、バイキンマン。ん？なに？あ、ドキンちゃん、おはよう。おはようじゃないの。今日コキンちゃんが遊びに来るのよ。はあ、そうなんだ。じゃあまた俺様寝てるよ。違うの。お部屋の掃除もしなきゃいけないし、ご飯食べなきゃ。バイキンマン、ご飯作ってくれる？俺様が？なんで？ドキンちゃんお掃除してくるから、ご飯作ってね。そんな、俺様ご飯なんて作ったことないよ。俺様ご飯なんて作ったことないけど、まあなんとかなるかな。何があるのかな。あ、人参とピーマンとトマト、何かできるよね。まずは野菜を切ってみよう。人参。硬いな、人参は。切れたぞ。次はピーマン。切れたぞ。次はトマト。野菜切れたぞ。次は切ったお野菜を炒めてみよう。まずは火をつけて、人参を入れて、ジュージュージュー、お野菜を炒めている間にトマトを地の鍋で煮よう。グツグツグツ。ピーマンも入れて、ジュー
ブリ様、実は料理上手なのかな。塩コショウを振ってパパパ味付けをしてジュージュージュー、グツ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 、あ、いい感じになってきたぞ。よし、できたぞ。まずはオムライス、次はミートソーススパゲッティ、デザートにホットケーキ、できた。あとはお皿に並べてオムライス、ミートソーススパゲッティ、ホットケーキ。おれ様初めてなのにいっぱいできちゃった。おれ様天才だな。ドキンちゃん、できたよ。ドキンマン呼んだ。ドキンちゃん、ご飯できたよ。へえ、すごい。これバイキンマンが作ったの？うん、そうだよ。すごいじゃない、バイキンマン。お掃除も終わったし、そろそろコキンちゃん来るかな。コキンお姉ちゃん、あ、コキンちゃん来たかな。バイキンマン行ってきて。えー、俺様が？うん、行ってきて。分かったよ。コキンちゃんまだ食べないでね。うん、食べないわ。早く行ってきて。分かったよ。あー、それにしても美味しそうね。バイキンマンにこんな才能があったなんて。一口食べてみようかしら。とっても美味しそうだわ。一口ならバレないわよね。いただきます。もぐもぐもぐ、とっても美味しいわ。すごいわね、バイキンマン。これもちょっと食べてみましょう。もぐもぐもぐ、とっても美味しいわ。ホットケーキも食べてみましょう。とっても美味しい。なんでドキンちゃん行かないのかな。ドキンお姉ちゃん、今行くよ。こんにちは、遊びに来たよ。あれ、ドキンお姉ちゃんはいるよ。そうだ、俺様ご飯作ったんだ。えー、バイキンマンが作ったの？すごい、食べたい食べたい。早く食べよう。はぁ、あ、お腹いっぱい。あ、美味しすぎて全部食べちゃった。どうしよう。どうしましょう、どうしましょう。ドキンお姉ちゃん、遊びに来たよ。あ、コキンちゃん、いらっしゃい。お部屋綺麗だね。うん、お掃除したからね。あれ、ドキンちゃん、俺様が作ったご飯は？あ、温め直してるのよ。ちょっと待ってて。そうなんだ、あったかい方が美味しいもんね。早く食べたい食べたい。お腹すいた。チーン。あ、温め終わったみたい。ちょっと待っててね。あ、全部食べちゃった。どうしましょう、どうしましょう。これみんなで分ければいいよね。お待たせ。はい、みんなで食べましょう。え、トマト？なんで？ご飯は？ドキンちゃん、俺様が作ったご飯は？これ、これがご飯よ。さ、食べましょう。ドキンお姉ちゃん、これは違うよ。ただのトマトだよ。あ、もしかしてドキンお姉ちゃん、ご飯食べちゃったんじゃないの？あ、バレちゃった。バイキンマンの作ったご飯がすっごく美味しくて全部食べちゃったの。ごめんなさい。ドキンお姉ちゃんずるいよ。コキンちゃんもお腹すいたのに。俺様もまだ味見してなかったのに、なんで食べちゃったんだよ。ごめんなさい、とっても美味しかったの。バイキンマンとっても料理上手ね。へへへへ、初めて作ったんだ。照れるな。
やっぱり食べたかったよ。うわー、ごめんね、泣かないで。バイキンマン、また作って。俺様、もう嫌だよ。お願い、バイキンマン、食べたい食べたい、作って作って。そんなこと言われたら、じゃあ作っちゃおうかな。また遊ぼうね、バイバイ。俺様、実は料理上手だったんだね。はぁ、喉が渇いた。メルちゃん喉カラカラ。あ、自販機がある。いっぱいジュース買っちゃおう。パチ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 、出てきたかな。あ、喉渇いたな。あれ、ジュース、これは何？なんだ、ジュースじゃなかった。もうおかしいな。ジュースが飲みたかったけど、パンも美味しそうだからパンでもいいか。でもこんなにいっぱいあったら食べきれないな。そうだ、みんなに配りに行こう。よいしょよいしょ。このうちは誰かな。ピンポン、はい、でちゅー。あ、メルちゃん、どうしたでちゅか。メルちゃん、自販機でジュースいっぱい欲しかったんだけど、なぜかパンが出てきたの。いっぱい出てきたからお裾分けに来たの。そうなんでちゅか。美味しそうでちゅね。パン好きでちゅよ。選んで選んで。いいでちか。どのパンも美味しそうでちゅね。赤ちゃま、このピンクのドーナツがいいでちゅ。ありがとうでちゅ、メルちゃん。どういたしまして。あ、そうだ、パンをもらったお礼をするでちゅ。ちょっと待っててでちゅ。メルちゃん、アップルジュースでちゅ。いいの、ありがとう。パンもらったお礼でちゅ。いっぱい余ってたでちゅ。嬉しい、ありがとう。次行くね。またね、またねでちゅ。自販機からパンが出てくるってすごいでちゅね。おいしそうでちゅ。よいしょよいしょ。このうちは誰かな。ピンポーン、はーい。あ、メルちゃん、どうしたの。あ、コキンちゃんのお家だったね。メルちゃん、自販機でジュース買おうと思ったんだけど、なぜかパンがいっぱい出てきたの。だからお裾分けに来たんだ。そうなの？パン美味しそう。欲しい欲しい。選んでみて。コキンちゃんはどれにしようかな。かわいいパンがいっぱいあるね。コキンちゃん決めた。パンダさんのパンにする。かわいい。ありがとう、メルちゃん。どういたしまして。あ、コキンちゃん、パンをもらったお礼をするね。ちょっと待ってて。はい、メルちゃん、お茶。きれい茶だよ。ありがとう、コキンちゃん。ジュース欲しかったんだ。ありがとう。パンも美味しそうだよ。じゃあ、またね。またね。よいしょ、よいしょ。ここは誰の家かな。ピンポーン、はーい。あ、ドキンちゃんのお家だったね。あら、メルちゃん、どうしたの。メルちゃん、自販機でジュース買ったんだけど、なぜかパンがいっぱい出てきたの。そんなことあるの。だからみんなにお裾分けに来たんだ。パンもらっていいの。もらって。あ、いっぱいあるね。
どれにしようか迷っちゃうわ。そうね、コキンちゃんはこの抹茶のカップケーキにしようかな。あ、そうだ、メルちゃん、ちょっと待ってて。はい、スポーツドリンク、いっぱいジュースが余ってたの。ありがとう。まだ乾いてたんだ。じゃあ次行くね。またね。またね。ここのうちは誰かな。ピンポン。はーい。いや、メルちゃん、どうしたんですか。メルちゃんね、自販機でジュースを買いたかったんだけど、なぜかパンが出てきたの。だからおすそ分けに来たんだ。そうなんですか。パンが出ることなんてあるんですね。私がもらっていいですか。うん、もらってほしいの。じゃあどうしましょう。これもいいですしね。クロワッサンもいいですね。決めました。やっぱり私はパンダの食パンにします。食パンが大好きなんですよ。じゃあ次行くね。またね。あ、メルちゃん、ちょっと待ってください。アップルジュースです。いっぱいもらったのでもらってください。ありがとう、食パンマン。なんか乾いてたんだ。じゃあ次行くね。またね。またね。よいしょよいしょ。ここのうちは誰かな。ピンポン。はーい。あ、メロンパンナちゃんのうちだった。あ、メルちゃん、どうしたの。メルちゃん、自販機でジュース買ったんだけど、パンが出てきたんだ。パンが出てくることあるの。パンいっぱい出てきたからお裾分けに来たんだ。選んでいいの。うん、選んで選んで。どうしようかな。あ、美味しそうなロールパン。チョココロネも美味しそうだね。メロンパンナはやっぱりメロンパンがいいかな。ありがとう、メルちゃん。どういたしまして。じゃあ次行くね。あ、メルちゃん、ちょっと待ってて。はい、ジュースいっぱいあったの。ありがとう。喉カラカラだったんだ。じゃあ次行くね。またね。またね。よいしょよいしょ。このうちは誰かな。ピンポン。おーい。お、メルちゃん、どうしたんだい。あ、カレーパンマン。実はね、メルちゃん、自販機でジュース買ったんだけど、なぜかパンが出てきたからみんなにお裾分けしてるんだ。おいらもパンもらっていいのか。うん、もらってもらって。どれにしようかな。あ、美味しそうなパンだ。これも美味しそうだな。これも美味しそうだな。決めた。おいら、このロールパンにするぜ。ありがとう、メルちゃん。うん、どういたしまして。じゃあ次行くからね。またね。あ、メルちゃん、ちょっと待ってくれ。スポーツドリンクいっぱいもらったんだ。これもらってってくれ。カレーパンマン、いいの？ありがとう。じゃあまたね。またね。よいしょよいしょ。ここは誰の家かな。ピンポン。はーい。いや、メルちゃん、どうしたの。メルちゃん、自販機でジュースを買いたかったんだけど、パンが出てきたからみんなにお裾分けに来たんだ。そうなの。ありがとう。選んでいいの。うん、選んで。
どのパンも美味しそうだね。じゃあ僕はこのチョココロネにするよ。ありがとうメルちゃん。うん、どういたしまして。じゃあ次行くからね。またね。あ、メルちゃんちょっと待ってて。ジュースいっぱい余ってたからこれもらって。へえ、ありがとう、嬉しい。じゃあまたね。またね。メルちゃんジュースいっぱいもらっちゃった。あー、お腹すいたな。パン食べよっかな。もぐ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 。あー、おいしい。ジュースもいっぱいあるし飲んじゃおう。コク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 。あー、おいしい。これはどうかな。コクコクコク。これもおいしい。アップルジュースゴク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 。これも美味しい。ゴク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 。ゴク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 。ゴク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 。あー、お腹いっぱい。じゃあお家に帰りましょう。あ、この自販機かな。ミルちゃんがパンが出てきたっていう自販機。よし、おれ様も買っちゃおう。ポチ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 。できたかな？あれ？あれ？何も出てきてない。なんで？もう一回ボタン押してみよう。ポチ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 。出てきたよね。あれ？やっぱり出てきてない。あれ？売り切れ？そんな、メルちゃんいっぱい買っちゃったんじゃないかな。俺様パンが欲しいんだよ。出してくれよ。どうして出ないんだよ。ポチ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 。あ、そうだ、メルちゃんにもらいに行けばいいんだ。俺様天才。はあ、やっとお家に着いた。メルちゃん、バイキンマン、どうしたの？ミルちゃん、自販機でパンが当たったんでしょ？うん、いっぱい当たったよ。俺様にもパンちょうだい。お腹すいたんだよ、俺様。ごめんね、バイキンマン。みんなに全部配ってきちゃった。俺様パンないの？自販機にもなかったんだよ。パンを配ってきたら、みんなにジュースももらえたんだけど、メルちゃん、全部飲んじゃった。そんな。ああ、俺様もパンとジュース欲しかったな。また遊ぼうね。バイバイ。ごめんね、もうパンもジュースもないの。俺様欲しかったよ。次、またパン当たったらあげに行くね。今欲しいよ。パンもジュースも欲しいよ。